やばい何かがいるんだってこの辺には。僕フリーライターなんですけど、この辺に心霊スポットとかってあります？この辺に心霊スポットなんてない。やばい何かなんて存在しない。俺が見えるの？先に言っとくけど、成仏とかさせらんないから。絶対に霊を見つけたいんだよ。お前らと同じぐらいの年の甥っ子がいてな、そこの山に取材に行って土砂崩れに巻き込まれてな。虹色の蝶、この近くにいんの？誰から聞いた？仲良かったの、あのおじさんと。見たことのないものをないなんて決めつけるなよ。カズキ、本当にいるのか？風になれ。